こんにちは。あの孫さんってね、なんかめちゃくちゃすごいなと思うんですけども、やっぱり否定できないことがまたね、一つ生まれたのが、結局は IT は若い人は全然ダメと、年取った人が結局は使いこなしているんだなと思いますね。それエンジニアさんはね、あのソフトバンクグループの中でも若い方がされてると思いますけども、自分でいわゆるプレイヤーとしてはねできるのかもしれないけども、事業としてねチームを作っていくのは、やっぱその組織力というか統治力っていうのは、やっぱりこう20年がかりとか30年がかりで培った人間がやっていかないといけないのかなと思っちゃいますよね。やっぱりね、人が人を集められないっていうところが、まあビジネスでは致命的で、あとせっかく集まってもそれが単なる、まあ烏合の衆というか集団であることが多いんだろうなと思うんですよ。まあなんか意味のない LINE グループとかね結構ありますけども、どんどん出ないといけないかなと思いますね。その Facebook グループとかも以前私もね喜んで一緒に一生懸命やってましたけども、まあね、あのなんていうのかな、3人寄ればなんとかの知恵って言いますけども、そのなんていうのかな、こう言葉悪いんですけども、無能な人が3人集まっても何にもならないんですよ本当に。だから賢くなろうと、まあ賢い人と言わなくていいんです、賢くなろうとしている人が集まると、賢くなろうとしている者同士で切磋琢磨するんで、どんどんね進化成長していくんですけども、だから、ね、妙なこう自信が出ちゃう人もいるんですよ。なんかね、その、まあ、稼げる人とかね、そればっかりじゃないんですけども、なんでしょうね、なんかすごい人っていう風に紹介されて、すごい人に会ったことがないというのが、まあ、私なんですよ。どうすごいんだと、お前の評価ですごいのかみたいなことになっちゃって、なんかねあまり言いにくいんですけど、これがね、というのはやっぱりもうできている人とかやっている人とか、あ、やっぱ先走ってんなっていう風な、なんかね非常にそこら辺がね、のんびり暮らしてていいのかなとか思っちゃうところでありますね。ちょっとなんかオブラートに包みすぎて何言ってるのか分かんないかもしれませんけども、今回のペイペイの一件でもそうなんですけども、これを使ってないかみたいな、もちろんあの知ってて使ってないとかはいいんですけどもね、すごい簡単じゃないですか、あのアプリをダウンロードして入ってやったら、あとはねセブンイレブンの人がやってくれるわけですから、ね、楽だなと。で現金払うより楽なんじゃないかなと思いますね私はね現金払うよりは楽じゃないかさすがに、まあでもね私も現金を出して会計するのにものすごいもうなんか逆に抵抗があるんですよね。なんか損してる気分がしてしょうがないのと、その現金をやり取りするその時間のロスっていうのは数秒なんですけども、まあ、無限の時間に感じられますね今。だからなんかそのレジ並ぶじゃないですか、前に2人ぐらいいて、その2人が現金使いそうだなと思ったらちょっとね迂回しますね。そのぐらいになっちゃっても良くないですね。本当に全通販の時代が来ればいいのになとか思うばかりなんですけどね。まあそういうふうになんかその、まあ、2つの思いがあって、早く走れるようになると余裕を持ってゆっくりと他の歩みを見てられるっていう余裕の部分とね、で早く処理できるようになると同じスピードじゃない人があんまりにもスローでね、なんかこう困っちゃうみたいなねこともありますね。まあペイペイはねやっぱ孫さんすごいですね。やっぱ100億円ドーンと最初にペイペイ祭りで2段3段とやって、で結局一番得してるの孫さんというね、ソフトバンクグループという、で今回も NTT とねなんかこう総務省がせこいことやってますけども、結局あんなことやってもソフトバンクにかなわないわけですからね。こすいのはまあそこまでってことですかね。あ、こすいといえばね、広島参院選、そして河井克行衆議院議員、まあ、2人ともねもう買収して広島の市議を買収してね、で買収された市議が今日なんかあの言い訳会やってましたよ。で質疑は受けないというね、最悪ですね。でなんか裁判所の判断を待つとか言ってました、司法の判断を待つとか言ってましたよ。自分で悪いことしたって告白しといて自分で自分の人生決められないのかなと思っちゃうんですけどね。だから市議なんてのは一番宙ぶらりんな役職で、何かの能力があるわけじゃなくて、何かを頑張れるわけじゃなくて、本当にあのせこいことをやってる人の集まりなんでね。
だからこう悪さに手を染めるのはいとも簡単にやるし、10万円か20万円で買収されてますね。しかもね、10万20万で買収されるってね、やっぱビジネスやってると10万20万ってのは別に稼いで当たり前で、今日日東の世界じゃないですか。そんなの政治家さんっていうのはね、もうお気楽な商売というかポカーンとしてますよね。うん、まあなんかね、そんなことがあって、だからね、人のふりを見るとね、なんかもう落ち込むことばっかりというかね、こんなやつしかいねえんかみたいな思っちゃいますね。あの、私 YouTube を更新してても、あのやっぱりその辺にね、権力者とかね、いわゆる成功者に憤りとかを持たれてる方が多くって、まあ平等で平和な世の中ってなかなか来ないなってことですよね。まあでもね、やっぱり根本的には自分だけ甘い汁を吸いたいっていうのと、自分に恩恵があったら別に文句言わないっていう人ばかりじゃないかなと思うんですよ。だからビジネスマンっていうのは自分で自分の人生決めてるんで、なんかね、それによって恩恵受けられなかったからってどうとも感じないんですけども、私の感覚ではね、まあ恩恵は自ら探り出していくというね、このペーペー祭りも込みで、いや本当にね、やったなと思いますね。孫さんあれですね、政界に出て財務省とかやってくんないかなと思いますけどね。なんかその消費税は、消費税じゃない、なんかその持続化給付金とかね、なんかあるじゃないですか、給付金とか、あれペーペーで払ってくれればいいですよね。ペーペーだから、ペーペーなんていうのはマイナンバーカードよりも個人情報を打ち込むし、なんなら電話番号とかね、なんか購入履歴とか入るわけじゃないですか。もちろん住所なんてもちろんですよ。で、財務状況もペイペイの利用頻度見れば大体分かるんですよね。で、ペイペイに1000円単位で入れる人と10万円単位で入れる人と、じゃあどっちがね、太い客なのかとか、購入履歴によってどんな家庭環境で育ってるのかとか、プレゼントで買ってるのか、一戸建て用のものなのかってもう分かりやすくって、なんかあれですね、あのソフトバンクの情報の方が多分国に届けてる情報よりもかなり利用価値があるんじゃないかなというところで、今日の放送はこのぐらいにしておきましょうかね。